今シーズン、まあ、ベレーザとして初勝利、ベレーザに加入した北村選手としても初勝利になりましたけれども、はい、90分まず全体振り返ってください。前半はなかなか攻めれなかったんですけど、ゴール前まで行くことはあったんですけど、もう結構相手のプレッシャーも強くて、ちょっと攻撃でストレスを感じることもあったんですけど、後半はスペースをうまく利用して、まあ、たくさん攻めることはできたかなと思います。勝利の要因みたいなのはどうですか？まだそんなに実感まだ、はい、感じれてないです。前回のジェフ戦に比べると、まあ、少しこうスペースがよりあったかなっていう気がしていて、北村選手がこう前向いて、自分らしさみたいなのをすごく出せてたんじゃないかなと思うんですけど、その自分のパフォーマンスについてはどうでしょう？後半はちょっと前外したシーンもそうなんですけど、まあ、前向くところもあったんですけど、前半はなかなか前を向けなくて、もう全部バックパスになっちゃったりしてたので、もうちょっと改善するところはあるのかなと思います。後半さっきおっしゃいました、ちょっと外れてしまいましたけどただスペースを見つけてこう走り込んでいくっていうところはやっぱり大事な嗅覚かなと思うんですけど、場面ちょっと振り返ってもらいますか？なんであそこが空いてたかあんまり分かんないんですけど、まあ、音がすごいいいパスをしてくれたので、次同じような場面があったら絶対決めます。なんか打った瞬間ちょっとあれっていう感じですか？はい、あかんと思って次じゃあきっちりちょっと枠取られたいところですね、はい、ほぼほぼねボール持てていて、ベレーザらしい攻撃的なサッカーっていうのはすぐ見せられた試合だったのかなと思うんですけれども、まあ、その中で今後北村選手が自分はもうこういうところで自分の長所を発揮したいというところがあれば、抜け出したシーンみたいにインサイドらしいプレーだけじゃなくて、ちょっとスピードを生かしたプレーだったり、パスももちろんそうなんですけど、もっとドリブルをしていきたいと思います。次は、ようやく初の有観客でベレーザー、ベレーザーのサポーターにプレーを見てもらうことになります。そこに向けた意気込み、ベレーザーのサッカーに馴染みつつ、ちょっと違うプレースタイルというか、まあ、そういうのを見せれたらいいなと思います。